どうも、こんにちは。中野敦史です。それでは動画を撮りたいと思います。ロト6の予想を今からしたいと思います。それでは始めます。よいしょ。まずは1からだけど、1は多分出ないと思うねんけど、出る確率は1は低いんじゃないかな。多分。ここ最近1の出てる回数がやっぱり多いから、僕はないと思うねんけど、1は。だから1はやめとこうかな。1はやめて、次に、2は、2もないかな。2が来るパターンは、1から2っていうパターンと、引っ張りと、3から2っていうパターン。だから、多分、2もない。続いて、3。3もないか。3も出る確率は低いかな。そして4。まあ難しいけど、4も確率的に言えば、まあ低いかな。続いて5。5は一応可能性があるから入れて、そして6も入れて、次7。7は2回前に来てるから、もう出ないと思う。そして8。8が来るパターンは、7から8っていうパターンと、引っ張りと、9から8っていうパターン。あと、桁違いやけど、どれもないから8はない。9は、9も、そやな、ないかな。9もない。桁違い39出てんねんけど、39から9はちょっと遠いから、出る確率は低いかな。10。10は、最近出てるからなしと考えて、11は来る可能性があるから入れて、12は、12は32出てんねんけど、32から12ってやっぱり遠いから、来る確率はやっぱり低いかな。次、13。13は、まあないかな。13が来るパターンは、13と14が来た時と、あと3が来た時やから、だから13やめて14。14も同じような数字の出方。だから可能性は低い。そして15。15は2回前と4回前に出てるから確率的に低い。16は6から16っていうパターンで出る可能性があるから16入れて17。2回前に出てるから多分ない。18。18は、やっぱり18ないかな。桁違いもないし、近い数字もないもんな。続いて19。19は最近2回連続で出てるからなし。20。20は、まあ、可能性はある。あるねんけど、最近、21から20っていうパターンが出てるから、それから考えたらちょっとどうかな、悩むところ。最近21から20っていうパターンが出てるから、だからやめとこうかな、20。続いて21。21は2回連続出てるかもうない。22。22は出る確率が高い。
30に出てるから桁違いで出る可能性がある。だから入れて、次23。23桁違いもないし、22も出てないもんな。22から23っていうパターンが多いから、だから多分23はないかな。24は可能性がある。34が出てるから、桁違いで来る可能性があるから入れて、25。25はない。多分ない。最近出てるっていうのもあるけど、35から25っていうパターンが多いから、確率的には低いかな。26。26は、26もないと思うねんけどな。3回前に出てるもんな。それに26ってそこまで、出ないから、可能性は低い。次、27。27が来るパターンは、引っ張りと桁違いやけど、どっちもないからなし。次、28。28は、38から28っていうパターンが圧倒的に多い。38から28っていうパターンが多いねんけど、38出てない。あと、近い数字もないもんな。だから、なし。29は一応可能性があるから入れて、そして30。30は、引っ張りやねんけど、30の引っ張りってあんまりないんよな。一応過去の見てるねんけど、確かあんまり引っ張りがなかったと思う、30。ないな。1回やったけど、やっぱり30少ないから可能性は低いかな。まあ可能性ゼロではないんやけど、低いと思う。次、31。31は出る可能性があるから入れて、32は2回連続出てるから、おそらくない。確率は低い。33。33、一応可能性あるから入れとこうか。そして34は2回連続っていうのはあんまりない。34はそもそも、当選数字としてはあんまり出てないから、確率的には低いと思う、34。続いて35。35はめっちゃ最近2回出てるからないと思うねんけど、そして36。36もないかな。6から36っていうのはだいぶ遠いから。まあ、なくはないんやけど、だいぶ離れてるから可能性は低いかな、36は。まあ、ゼロではないけど、可能性は低いからやめて、37。37は桁違いと引っ張りが多いから多分ない。38。38は振る可能性があるから入れて、39。39は引っ張りが圧倒的に少ないっていうか、なかったと思う。39の引っ張り。だから来る確率は低いかな。39は可能性は低いと思う。次、40。40は連続で出る可能性があるから40入れて、41と2と3は、僕はちょっと可能性は低いと思う。43は2回連続最近出てるし、41は21から41、ちょっと遠いもんな。
前見たけど、そんなになかったから、21から41っていうパターンが。だから確率的にはちょっと低いに違うかな。次、42か。42は、42、32が出てるから、桁違いで。42出る可能性はゼロではないけど、でも少なかったと思うな。32から42っていうパターン。一応確認はするけど、そんなにはなかったんちゃうかな。32から42っていうパターンが。2回。今のところ2回だけ出てるけど、出ないような感じがする。だからやめとこう。だから出るとしたら40かな、やっぱり。それでは一旦休憩したいと思います。まずはもも上げ50回スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、30、31、32、33、34、36、31、38、39、40、41、40、43、44、45、41、48、49、50。股関節を開くストレッチ10回3セットスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。2セット目。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。3セット目。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10と。次は両手を組んで前に伸ばす。30秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、19、20、22、23、24、25、26、27、28、30。傾ける10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。肩甲骨寄せる運動10回3セットスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。2セット目。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。3セット目。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。それでは予想したいと思います。まずは一桁やけど、一桁は、やっぱり6？ 6 は強いと思う。引っ張りで来る可能性があるから、一つ目は6入れて、二つ目は、22、32から22という桁違いを入れて、三つ目が16。6から16って受け桁違い。6と16、22と、次が21の桁違いの31。31もなんか出そうな感じがする。だから入れて、1、2、3、
次が38、39から38っていう一つ違い。これで5つかな。1個、2個、3個、4個、5個か。あと最後の数字をどうしようかな。出そうな数字。出そうな数字は難しいけど、11にしようかな。21から11っていう桁違い。一口目はこれでもいこう。二口目。二口目、一つ目が5。6から5っていう一つ違い。そして二つ目が6。引っ張りで。三つ目が38。39から38っていう一つ違いで。1個、2個、3個。四つ目が22。32から22っていう桁違い。そして、1個、2個。5つ目が、5つ目どうしようかな。ちょっと難しいな。5つ目が、29、39から29という桁違い。して、そして最後、最後が、悩むなぁ、どうしよう。31か。21から31っていう桁違い。これでいこうかな。1、2、3、4、5、6。これで6個か。それでは発表します。一口目。一つ目が6。引っ張りで。二つ目が11、桁違いで、3つ目が16、これも桁違いで、4つ目が22、桁違い、5つ目が31、桁違いで、最後が38、1つ違い。2口目が、1つ目が6、6じゃなくて5。2つ目が6、3つ目が、22、桁違いで、4つ目が29。これも桁違いか。5つ目が31で、最後が38。1つ違いやけど、一口目で自信があるというか、来るん違うかなと思ったのが、6と、16と、22、38。そして、二口目が6と、22、31、38。この二口かな。とりあえず、ロト6最終確認、これで終わります。だいぶ早く終わったけど、やっぱりな、ちょっと、他に何個かあったけど、なかなか難しい。もうこれで明日勝負したいと思います。何個一致できるか分からんけど。まだ購入はちょっと早いかな、ロト6は。ロト7は今週また購入しようと思うけど、ほんとロト6はまだ、ピンとくる数字が来てないから、購入はまだできない。まあとりあえず、最終確認、これで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。